はい、中年オタッキーです。今日はね、以前予告したようやく、このミノルタユニオマットの紹介になってまいります。とにかくね、いろいろと忙しくて、去年の年末にいい写真を撮るのを目標に掲げてたわけなんですけども、もうね、忙しくていい写真を撮るじゃなくて写真を撮ることを目標にだいぶランクが下がっております。そんな感じなんですけどね、写真撮る暇ないんですよね。写真撮んないと動画も作れないし、ちょっと困ってはおるんですけどね。仕事がね、ちょっとバタバタしてると、あと最近花粉症もひどくなってるんで、ちょっとのど打ち回ってます。今日の動画はね、前回の動画で、カメラプレゼントをの企画やりましたけど、もう締め切り期限が昨日の23時59分で終わりましたんで、今日の動画の一番最後で、抽選をやります。応募総数は16名でした。まだ16名ね、いいチャンスだったんですけど16名でした。まあそんな感じで今日の動画スタートしていきます。このミノルタのユニオマット、僕が持ってるのはこれ2になります。1はここにね、シャッタースピードとか絞りの数字が書いてあって、2になったらこれ EV1 だけになるんですね。で、3になったらここにあるセレンコーの、受光窓がこのサークルアイって言ってこのレンズの周りに移動するんですね。レンズが、カールツアイスのテッサータイプ、まあ、コピーまでいかないでしょうけど、テッサーと、ね、似たような構造になっておりまして、結構ね、映りいいです。で、このカメラ、ヤフオクで、カメラ5台セット、ガラクタカメラ5台セット、の中に入ってた1台で、1000円で落札して、送料も1000円ぐらいだったら2000円で、まあ5で割ったら、4,520か。400円。400円ぐらいで買ったカメラになります。で、まあ最初に言いますけど、ちょっとだけ難点がありました。このユニオマットのシリーズ、みんなそうらしいんですけどね、レンズの、一番後ろの玉がね、なんかよく、カビっぽくなるらしいんですよ。まあ僕のはカビまで行ってなかったんですけど、粉吹いてるような状況でした。で、ここ覗き込んでもらってわかるかな。切り欠きがね、2つあるんですけど、ここからね、カニベレンチっていう工具を突っ込んで、もうちょっと緩めたら回るようになりますんでね。で、押さえてるリングを外して、で、ひっくり返すとレンズがポロッと出てきますから。で、僕のはね、別に無水アルコールとか何も使わなくて、普通にね、レンズクリーニングペーパーで拭いただけで綺麗になりましたんで、まあ、事なきを得たような感じになります。シャッタースピードはね、1000分の1まで、絞りが F16 まであるのかな。で、マニュアルプログラムキーになります。何のこと言ってんだって思うんですけど、プログラムオートっていうのは聞いたことありますよね。プログラムマニュアルなんです。どういうことかっていうと、ここに、針が出てますよね。これね、この露出を、このリングの、レンズのね、ここを回すと露出がかかる。この針にね、指針に合わせてやるんですよ、こいつを。そうするとシャッタースピードと絞りを自動的に調整してくれます。で、これ誰がセッティングしたのか、まあその当時の技術、ミノルタの技術屋さんがセッティングしたんでしょうけど、結構セッティングの値が結構絶妙で、一番最初はシャッタースピードが早めに立ち上がって、で絞りが F5.6 ぐらいまではシャッタースピードがほぼ均一で、その後絞りが F5.6 のままずっとシャッタースピードが上がっていって、最後は絞りも上がっていって露出オーバーに 対応するみたいなセッティングになってるらしくて、なかなかね、なんていうんですか、適当にそのプログラムで適当に撮ってる。普通のね、カメラのプログラムって言ったら、もう絞りもシャッタースピードもこう EV1 と同時にギャーンって上がっていくんですけど、このカメラはそのうまいことやって綺麗な写真が撮れるようにセッティングしてあります。なかなかこだわりが見えます。で、とりあえずね、撮った写真をズバズバッと見ていただきます。
もう今回このミノルタユニオマットで使ったフィルムはな、富士フィルムのね安物 C200 っていうフィルムになります。これカメラのなにわさんで1本430円だったかな、36枚撮りで430円の安物のフィルムなんですけど、まあ逆光のフレアはねさすがにこれ57年前のカメラなんで、状態がいいといってもそこまで完璧ではないんで、まあ、逆光のフレアはちょっと強めに出ていますけども、解像感とかね、色の再現とかはかなりいいんじゃないかなと思いますね。で何よりねその操作が簡単なんですよ。これスルーザレンズ TTL じゃないんで、まあここから入ってきた光で速攻して、まあ、セッティングするんですけど、一つのシチュエーションで撮るときにもうこの露出系で合わせたらもうあとはねピント合わせてシャッターを切るだけなんですね。露出を合わせなくても十分撮れる。で何より露出精度がすごい高い。これね今回はカメラの北村のナルト店さんで、現像したんですけども、店長さんが驚いておられました。これ本当にクラシックカメラで撮ったの、露出がすごいよって、もう露出がドンピシャ、全部露出ドンピシャだって言って、でまあ、セレン光電池っていうんでね、これ太陽電池と似たようなものでなってるんで、その劣化してるやつもあるんです。でもしねこのカメラを欲しいなって思ってる人はもう胃の一番にこの窓の中のこう針が動くんですけど、明るいとこにね向けると針がちゃんと動くか、その辺をね確認してから購入することをお勧めしますけど、なんせね映りもいいですし、で通常ねレンジファインダー、これレンジファインダー機なんですけど、レンジファインダー機ってねこっちの方にファインダーがあるやつが多いんですね。これ例えばこれキャノンのキャノネットなんですけど、これ一番端っこに覗きまでがあるんですね。でこいつは真ん中にあるんですよ。でなんで真ん中に変につけたかって言ったら、これね端っこにあると近くのものと遠くのもので構図が変わってしまうんですね、レンジファインダー機って。でキャノネットは一応ねピントを合わせるとねこの何ですかフレーミングがちょっと動くようにはなってます。でもこれはねそれが必要ないという、何誤差だっけ、バララックスか、バララックスが起きにくい構造になってまして、で昔のカメラで撮ったらね一番端っこの人が、まあ、2つにちょん切れてる時がよくあったんですけど、これは起きにくいカメラになってます。これで欠点、猛烈な欠点が1個あります。それねこれ蓋なんですね。これ蓋をねここ引っ張ると開くんですけどね、ここね、ここがねこれストラップのね取り付ける金具、すごい近いでしょ。これストラップが引っかかって勝手に蓋が開くんです。で今ストラップつけてないですけど外したんですよ、一回開いたんで一回開いて、まあ蓋が開くとねフィルムが観光しちゃって撮った写真全部パーになりますから、まあちょこっと開いただけだったんで犠牲5枚ぐらいで済んだんですけど、もう本当にねバカンって開いたら全滅になりますから、これはちょっと結構致命的な欠点ではありますけど、だからこのカメラを使う人はねこっちだけでストラップ、まあワンハンドストラップとかそういうのでうまくしたらいいと思います。写りはすごくいいですよ。これね簡単ですし、でハードオフとかに多分500円ぐらいで、ね、転がってること多いと思いますんでね、もし買いあれもし見つけたらまずこの巻き上げてね、でこの露出をコントロールするダイヤルをいろいろ回してこのちゃんとねシャッタースピードが変化してるか、明るいところを見てねシャッタースピードが変化してるかどうかを確認するのがおすすめですね。もう音でわかるしね、見た目にもねわかります。でこのカメラはシャッター膜と絞りの膜が共用になってますんで、このダイヤルをこの左か反時計回りか反時計回り回していくとシャッタースピードも遅くなっていくし絞りもどんどん開いていきますんで、もう見た目にシャッタートラブルがないかとかすぐに分かります。まず今日の道具はそんな感じです。結構ね一眼に入っていく人がカメラ多いんですけど、
あの私そのレンジファインダー機に今すごいハマってます。なんていうんですかね、あの各社ねいろんな工夫を凝らしてて面白いですね。この当時これはね1961年、だから今から57年ぐらい前の、カメラになるんですけども、この当時のねその技術屋さんがどんなことを考えてるかっていうのすごく面白い。各社ね個性があって面白いです。でこのカメラはそのオートは全然採用されてないですけど、通常ねそのもうこのぐらいの時代になるとねコニカオートアイだったかな、とかもう出てきてる時代で、このキャノネット、このキャノンのキャノネットも1961年発売で、もうあのオートのカメラが結構出てきてるんですけど、その中でこいつはねあの手動で露出合わせっていう、まあ、あのちょっと一歩後退したカメラではあるんですけど、オートがその調子悪くなってるカメラが多くなってきてるんで、この古いカメラで安定して使おうと思ったらユニオンマート結構いいんですね。でこれユニオンマート2で EV 値が書いてありますから、もし露出計が壊れていてもスマホのね、フリーアプリで、露出計のアプリとかがありますんで、それでね、EV 値で、測ってもらって撮ることもできるし、一遍ね、その、合わせてしまったらもうほとんど調整がいらないんで、すごい簡単に撮れるカメラになります。ちょっとね、ずしっと重いですし、所有満足度もいいですよ。飾ってても結構面白いかもしれない。同時期に発売してた、カールツアイス、ツアイスイコンとデザインがめちゃめちゃそっくりなのはちょっとどっちが先なのかとあえて調べないことにして多分真似なんじゃないけどまあそんな感じです。これまあミノルタで社内的にはソニーにつながっていくんですけども、このデータが消えるって可能性がある、もうこれデジタルカメラで言ったらSD カードのデリートデータ消去ボタンが押しやすいところについているようなレベルなんですけど、なんかこの間ね、そのソニーさんのデジタルカメラ、データが消えるとか消えないとかフリーズするとかしないとか、まあ、そういう話もあったんで、なんか DNA を感じるとこですね。そんな感じですかね。今後そのまあフィルムカメラを中心にやっていこうと思ってるんですけども、デジタルね、デジタルのね、動画を作ると圧倒的に食いつきがいいんで、デジタルの動画も結構やっていくことになると思います。さあそれでは今日の期待している人が16名、エントリー16名でした。カメラプレゼントの、抽選に参ります。このねバッグの中にくちゃくちゃにした、エントリーナンバーが入った紙が入ってます。で、応募受付した時に皆さんに、エントリーナンバーを通知しました。これガチでいきますよ。一発です。16枚入ってます。さあ、どれが。これでいこう。何番でしょう。めくれねえや。9番。9番の方が当選いたしました。9番の方は、あれ、どこ行った？あ、埋まっちゃって。9番の方は、キャノン AV1、をお送りいたします。ちょっとね、発送は来週になってしまうと思います。9番の方どんなとか今ちょっとわかんないんで、後で、Twitter の DM を見て、連絡をいたします。おめでとうございます。次の動画はね、どうしよっかな。こいつの動画になるかもしんないかな。ちょっとわかんないですが、ちょっと気が向いた気の向くままに行きます。それではまた、次回の動画もお楽しみに。今日は最後まで見ていただきありがとうございました。もしね、面白かったらチャンネル登録とか、できれば、いいねボタンも押していただければと思います。それではまた、さよなら。